久々だ。どうしてここに？久々に来たくなった。ハヤトは今日梅ちゃん家行くの？うん、行くよ。そっか。じゃあ、久々に5人が揃うんだな。就活終わった？もう終わったよ。まあ、小さな会社だけど。寝坊が多いハヤトでも取ってくれる会社があるんだな。なんだよ、失礼だな。ごめんごめん。じゃあ、あとは単位だけか。うん。そうだわ。俺は、なかなか決まらなくてな。そうな。迷っててさ。ああ、そろそろ行こうか。就活お疲れ様、乾杯。乾杯。いやー、久々にこうやって5人で集まれたよな。そうだよ、特に隼人とコウタ。え、2人とも急に学校来なくて心配してたよ。ああ、ごめん。まあ、いろいろあって。コウタさ、例のことはどうなったの？その子なんだけど、サークル辞めちゃってさ。なんだ、うまくいってないのか。おい、だから聞くなって言っただろ。で、ハヤトは？お前も聞いてんじゃねえよ。俺は振られたよ。これは信じられない。久しぶりに聞いたよ。もう相変わらずだな。じゃあそろそろ帰るわ。あ、もうこんな時間か。最後にちょっといいかな。ん？どうした？ハヤトとコウタはさ、仲直りした？仲直りっていうか、喧嘩してないよ、気にしない。はあ、あーよかった。よし、また5人で遊ぼうぜ。あいつら元気そうでよかったな。そうだな。なんか久々に素直に笑えたなーって。ダサ、素直に笑えたって。サイってなんだよ。ごめんごめん。まあ正直俺も笑ってないと生きていけないなーって。お前もダセーな。うるせえな。俺たちも頑張らないとな。じゃあ、また。お、じゃあ。よし、行くか。しばらく笑顔をなくしていた俺とコウタには水に流せない別れ話があった。この花はそれを思い出させる。だけど絶対に捨てられない百合の花。あれは純粋に大学生活を楽しんでいた1年前。
実はさ、最近気になる人がいて。おお、どうしたのどうしたの。知りたい知りたい。まあまあ、その人帰り道に高台があるんだけど。ああ、あの高台か。コウタ知ってんの？大学の帰り道にあるとこだろ。そうそうそう、こないだちょっと行ってみようと思って。とにかく景色が綺麗な場所なんだよ。そこに大丈夫ですか？すいません、私どうしたのかしら。なんかごめんなさい。いえ、ここからの景色すごく綺麗ですよね。最近よく来るんですよね。そうですか。学生ですか？まあ一応ここから近くの大学に通ってます。え、城ヶ崎大学ですか？はい、僕も一緒です。そうですか。あ、ごめんなさい、そろそろ行かないと。じゃあよかったら一緒に。あ、ごめんなさい、これから送迎に行きますので。っていうのが最初なんだよね。お、来たレアキャラ。え、マジで？はい、聞いてねえな。聞いてるよ、その高台俺も行こうと思ってたし。で、コウタはどうなの？あ、そうだよ、いや俺は同じサークルだから、そのうちアタックするよ。え、いいじゃん。でもやっぱり今日も明日も会いたいな。おい、やめろよ。週刊文集です。ライデンです。信じられない、お前だけ古いんだよ。そうだ。おい、止めろって。では、講義を終わります。結局、ハヤト来なかったね。また寝坊か。あいつ大丈夫かよ、もうすぐテストだろ。昨日もあいつたくさん飲んでたからな。ちょっとミット頼むよ。しょうがねえな。じゃあな。お、じゃあな。また。これ。おお、コウタ、惜しかったな。え、なんか。さっきまでダオルちゃんいたのに。あ、マジかよ、もう連絡しろよ、ハスイケ。ごめんごめん。これは？ああ、あ、香織ちゃんが置いてた写真だよ。やっぱ綺麗だな。最近いい場所見つけたんだって。へえ。すみません、学部センターのものです。部長さんはいらっしゃいますか？はい、僕ですが。ああ、先日もご連絡しましたが、部員の人数が曖昧なのでリストを提出してください。あ、すみません。早急にお願いしますよ。はい。部員の人数？そうだよ、まあ幽霊部員が多いからさ、資料を作らないと。部長は大変だな。え、遅刻だよ。ちょっと行ってみるか。こんにちは。あ、この間の覚えててくれたんだ。よかった。先日はすみません。あ、いいよいいよ。写真好きなの？
私、写真部ってサークルに入ってまして。写真部ってことは、コウタ、柴崎コウタって知ってる？はい、コウタくん知ってますよ。コウタは俺の学部の同級生なんだ。へえ、そうなんですか。俺寝坊しやすいからさ、あいつに結構助けられてるんだよね。仲がいいんですね。そんなんじゃないよ。あ、やっべ、そろそろ行かないと。そういえば名前聞いてなかったね。ああ、ゆりの香りです。香りちゃんね。俺、佐々木隼人。まあ、呼びやすいに呼んでね。はい。香りちゃんはもう終わり？終わり？あ、講義とかサークルとかないのかなって。私は、はい、帰ります。そう、じゃあ。じゃあ、お疲れ。お疲れ。おう、コウタ。おう。バイト。うん。てか、お前また寝坊したろ。バイト。止まってろ。はい、今日の講義のプリント気をつけろよ。ありがとう。じゃあな。いい写真、綺麗だね。花はお母さんが大切な人に送ったり、実家にも飾ってて、その中でも百合の花が一番好きなんです。百合の花？これ？はい。その花言葉には純粋とか無垢って意味があるのをお母さんから教えてもらって、何か悩むことがあったら何も考えないように、今はそうやって何も考えずに行きたいですね。そうだ、ここから近い川沿いに花畑があるから行こうよ。本当ですか？Thank you.
おはよう。まさ来るの久々じゃね。もうすぐテストだからな。プリント見せてくれる？この間のなくしちゃってさ。コータ、お前何なんだよ。お前らもさ、散々パシリに使いがあって。別にそういうつもり。一番ムカついてんのはお前だよ。なんでフォースプレーを手助けしなきゃいけないんだよ。相当怒ってたな。へえ、あのコウタくんが。珍しいですね。どうしたのかな。あの、質問してもいいですか。いいよ。佐々木くんは大学生活楽しいですか。楽しいかな。なんで。いや、なんでもないです。やっぱり就活とか不安ですね。あ、コウタ君久しぶり。ハル先輩、お久しぶりです。コウタ君久しぶり。久しぶり。そうだね、エントリーシート書いたりやることはたくさんあるけど。どうしたんですか。就活の話。コウタ君は何系に行きたいの。特に考えてないですけど、いいところには行きたいですね。そっか。かおりちゃんは。私はなんか将来が見えなくて。そんなのなんとかなるって。まだ好きな話なんだから深く考える必要ないんだよ。お疲れ様です。あ、お疲れ様。私なんか悪いこと言っちゃったかしら。いや、そんなことないですよ。なんかコウタ君、そっけないね。じゃあ私もそろそろ家庭教師のバイト行こうかな。すいません。来週テストだね。勉強会でもする？そうだね。ハヤトとコウタもどう？俺はパス。もうコウタはどうしちゃったんだよ。コウタくん、この間部室でもなんか冷たかったな。好きな女子にでも振られたのかな。コウタ、ああ見えて結構深く考えるタイプだから。かおりちゃん、かおりちゃん。あ、ごめんなさい。大丈夫？なんか私の人生って花が咲かないまま終わりそうで。え？すいません。会うのはしばらくやめにしましょう。どうしちゃったの？もうすぐテストもあるでしょうし、考えたいこともあって。この間はありがとうございました。おかげでいい場所を見つけることができました。そっか。あ、でも久しぶりに香織ちゃんの笑った顔見れた気がする。笑ってないと生きていけないんで。これもお母さんからの教えです。今は天国にいますが。
もうここでやった内容もテストに出るのかよ。先生、何考えてるんですか。はい、取れなかったらどうすんだよ。そんなこと言うな、頑張れよ。てか、ハヤト大丈夫なの。今日も来てなかったじゃん。いいんだよ、あんなやつほっとけ。コウタ、ちょっと聞きたいんだけど。何？なんだ？どういうこと？やっぱりここだったか。コウタ、どうして？香織ちゃんが行方不明に。え？ずっと講義にも出ていなかったみたいで、私たちも彼女には注力していました。そしたら、どうやら写真部に所属しているとのことで。それで部員整理の話が。こればっかりは個人情報ですから。だったら、携帯や実家にかけてみたらいいんじゃないですか。それが、数日前からどこに連絡しても誰も出ないんです。この間は部室にいたんですよ。いました、いました。この写真を持ってきたんです。これ、探してくれ。ここ、大学の近くにある高台ですね。最近、ゆりのがいい場所を見つけたって。いい場所？私が知る限り、いい場所とは言えないです。え？もう一枚ある、この川の写真も。もしかしたらここにいるかもしれないって思ったけど、いないし。なんで香織ちゃんがここに来てたって知ってんの？この間写真でこの場所見て、あとお前らがここで話してるの見たんだ。でも今はそれどころじゃないって。そうだな、俺も香織ちゃん探しに行くよ。それ何？なんか来たらここに置いてあって、花と写真。いやー、なんか騒がしいな。君たちはこの辺の人？ええ、そうですが。君、その花どうしたんですか？実は今日未明、近くの川で女性が発見されたの。形跡からすると、おそらく橋の上から飛び降りたみたいな。なんか知ってるかな？いえ。川？そうだ、ここから近い川沿いに花畑があるから行こうよ。本当ですか？一緒です。あなたたちは何なんですか？
愛知県警の上杉だ。同じく愛知県警の武田です。この辺りは火事が起きたりジュースに毒物が混入されていたりしていろいろと物騒でね。ちょっと署まで来てもらえるかな。あの日、俺と浩太は警察から取り調べを受け、ひどく疲れた。次の日からはテストだったけど、疲れとショックで受ける気力がないまま、ほとんどの単位を落とした。後日、香織ちゃんは植物状態になったと浩太から連絡があった。原因はやはり高いところから転落し、自殺しようとした可能性が高いみたいだ。最後に授かったかもしれないあの花は、写真でも見せてくれた百合の花。それを今でも飾っているのは、佐々木くん。じゃあ、なんだよ。いつか帰ってくるかもしれない純粋なあの人を忘れてはいけないから、なんてこの景色のように綺麗事を言っているけど、あの日々に帰れないのかな。あの日々みたいに花は咲かないのかな。ハヤト、お前またサボったのかよ。いや。どうした、泣いてるの。泣いてねえし。強がんなって。香織ちゃんは絶対に帰ってくるから、その日が来た時にちゃんと笑顔で迎えてあげような。よし、じゃあ飲みに行こうぜ。俺内定決まったからさ。おめでとう。ありがとう。行こう。やっぱ内定。